直前の15番でバーディーこそ奪ったものの、ここまで1オーバーとなかなか波に乗り切れず迎えた16番パー3。桑木が力強いスイングで放ったティーショットはしっかりとグリーンを捉え、手前から転がってピンの間際でピタリと制し、会場がどよめく鮮やかな一打を見せつけた。あと少しでホールインワン、桑木志保が16番で完璧なショットを披露と、 日本女子プロゴルフ協会 JLPGA の公式 XQTwitter には実際の映像が公開。素晴らしいイヤーナイスショットと圧巻のショットに思わずなるアナウンサー。さらに解説者はいい持ち玉、左から回してと高精度のフェードボールを叩いて完璧でしたと賛辞を送った。その後のパットを難なく沈めて このホールをバーディーとした桑木。そして終盤の17、18番をパーでまとめて初日はイーブンパーの60位タイでホールアウト。予選通過と上位進出をかけた明日以降の戦いにも注目だ。桑木志保、桑木志保。2003年生まれ、岡山県出身。21年6月に実施されたプロテストに合格し、同年の新人戦。 カガ電子カップで優勝。23年は、ブリジストンレディス。3位対、資生堂レディス。2位、北海道明治カップ。2位、キャットレディース。3位、東うジャパンクラシック。2位対、などの活躍で、メルセデスランキング10位に入る。24年6月、資生堂レディスで悲願のツアー初優勝を遂げ、同年8月、 ニトリレディスでツアー2勝目を挙げた。大和ハウス工業所属。